ああもう何なんだよ、オートで好き勝手。くそ、ダメだダメだ、こんな雑魚どもじゃ話にならん。ですがこれ以上の召喚は体が持ちませぬ。次はこいつの肉体をより代に召喚を行う。なりませぬ。ここでカールを失えば我々は。うるさい、私に指図するな。イザベラ、ランセロット、待ちくたびれたぞ。貴様、陛下を放て。陛下、ああこれのことか。ガレス、お前は時間を稼げ。はい、承知いたしました。おいガレス、どうしたんだよ。お前もイザベラに操られてるのか。操られてるだと。はっ、ふざけるな。私は自分の意志でイザベラ様に仕えているのだ。どうでもいい、アクア滅する、それだけだ。うるさいんだよ、お前みたいに何の苦労も知らずに日の当たる場所でノーノーと生きてきた奴に何がわかる。貴様のつまらん苦労話だぞ、聞きたくもない。白竜騎士団、そいつらを殺せ。おいおいおい、またお前たちかよ。みんな、ここは仲間を止めるしかない。俺に力を貸してくれ。ああ任せとけ、行くぜ。さあ、おとなしく降参しろ。まだだ。貴様のその能力、相当な代償があるのだろう。命が惜しければそれ以上はやめておけ。黙れ、私に指図するな。お前らさえいなければ私とイザベラ様はこの国を。ならば余計に捨ておけんな。所詮貴様らは王の器ではない。うるさい、黙れ黙れ黙れ。くそ、仲間を人形みたいに扱いやがって。落ち着けベイン、奴の力も限界のようだ。こいつらは俺に任せて、お前らは王のもとへ急げ。わかった、任せたぞパーシバル。来ます。
しまうよ。待てか。答えろ。その魔法陣をどこで手に入れた？とぼけるな。知ってるんだろ？お前も。昔、聖火で同じものを目にしたことがある。つまり、そういうことだ。何が言いたい？私は、この国を手に入れるために、ウェールズ家から送り込まれた。貴様、今何と言った？お前らがこうしている間に、王都は軍によって占領されるだろう。ふざけるな！そんな侵略行為が許されるものか！問題ない。王都にはびこる魔物を退治しに来たウェールズ家は、英雄として迎え入れられるだろう。そうはさせるか！せいぜいあがくんだな。イザベラ、させるか！もう遅い！時は満ちた。くそ！間に合わねえのかよ！赤き地平より至りしカクリオの門よ。我、王の魂を退化に、その門を開かん。顕現せよ、カクリオの住人！残念だったな、イザベラ。ジークフリート、貴様がなぜここに！ふざけるな、貴様！ワンドリアー！ジークフリートさん、どうして？ああ、さすがだぜ！いかん、早くイザベラを魔法陣から離せ。我主の願い、しかと聞き届けた。憎悪の風に触れ、いよいよもって紅葉してきたぞ。なんだあの異形の化け物は。あそこにいるのはジークフリート。イザベラ様、ガレス。今はあの化け物が先か。我、赤き地平より至りて、バンマデンの頂より青き宙を舞う。ワヌシとの契約を履行して、誠たる肉を得よう。
そうだ、もう何もかも最下の渦に沈めて。バカ、こともあろうにイザベラ様の魂を使って。くそくそくそ、どうしてこんな。もう全て消し去ってくれる。イザベラ様、あいつに命令するんだ。ケイシーさん、やつ。賜った造作もなきことよ。おとなしく帰ってはくれまいか。いびつな愛想に狂う偽りの王。愉快愉快、実に滑稽だ。まだだ、まだ乾いている。さあ我を楽しませよ、人間ども。この王都を神教官で満たすがよい。ジークフリートさん、こいつは。ランスロット、あれは失われし禁術で呼び出された異界の魔物だ。ジークフリート、その話詳しく聞かせてもらおうか。パーシバルか、久しいな。ここから無事に帰れたらいくらでも話してやろう。とにかくあいつをぶっ倒しゃいいんだろ、ジークフリートさん。メイン、少しばかり腕を上げたとはいえ随分簡単に言ってくれる。さて話し合いは十分か。余裕しゃくしゃくというわけか。礼節をわきまえたつもりだろうが、かえって勘に触るな。あんなものが城に居座っては騎士団の名も地に落ちる。過去の名誉にすがるわけではないが、このままでは夢見が悪い。イザベラともども消えてもらおう。ああ、パーシバルに同意だぜ。あんなニョロニョロはごめんだ。私たちも皆さんと一緒に戦います。準備はいいか。ありがとう。竜の名に恥じぬ騎士の力、今こそお見せしよう。束になろうと同じこと。さあ始めよう。お前たち、ちょっと痛いけど我慢してくれよ。